メイラは、イタリア共和国ミラノ市にある、ピープルムーバー型の新交通システムである。ミラノ地下鉄、M2000 のカシーナゴッパ駅とミラノ市内の3、ラッファエレ病院を接続する、シャトルサービスである。1999年7月12日に開業し、同日より、運行開始された。当システムでは、ポマイタリア社の技術を使用している。 当システムは ATM によって運営されている。当システムでは、一編成の列車がカシーナゴッパ駅とサンラファエルの間を行ったり来たり移動しており、単独で軌道を往復する形となっている。各列車の車両は1から3両で編成されており、それぞれ以下の機能が提供されている。カシーナゴッパ駅は地上に設置されており、高速道路の効果に沿って地下鉄、 M2000 の同盟の駅上総会に連絡している。会館には ATM が運営する管理センターがあり、ここではいつでも、牽引機関と保守用ワークショップを見ることができる。サンラファエール近くの駅はその代わりに地下となっており、ここでは、ケーブル張力と牽引コントロール用の自動監視センターの適切な保守が行われている。 導入システムの総延長は682メートルであり、最大速度は35キロメートル毎時である。車両は滑らかなプレートが目立っており、それぞれベアリングとガイド、水平及び垂直軸のゴムタイヤを備えている。利用するにはチケット代の1.3ユーロが必要であり、その支払いは当システムの運行にも役立っている。24時間以内であれば、 同じチケットで戻ることが可能である。なお、他のすべての ATM チケットや地域のパスは無効となっている。チケットは小売店、または自動地下鉄の2駅に据え付けられた券売機で購入できる。サンラフファエレ病院には常に925バス路線で通常の市街運賃で行くことも可能である。路線は常に次の日の6時1時に運行される。 ありがとうございます。